にちは、新春読書会の宮沢です。今日も雑談をお送りしていきます。今日はですね、昨日2017年1月3日に地上波でですね、君の名を放送しまして、私も録画してですね、ツイキャスやった後見たんですけども、あまりにもいい作品で、おじさんながら途中からボロボロ泣いてしまいまして、結構30分ぐらいシラフで見たのに泣きながら見るっていういい作品でしたね。あんなんで泣くんですかみたいな感じで思われたら、ちょっと切ないんですけど、とってもいい作品だと思いましたね。今日だから君の名はについてですね、ライブでお話ししたいと思います。まあ今日2017年の1月4日のまあ10時からですね、また君の名をちょっと私なりに解説したいと思います。ちょっと私はね、1回しか見てないんで、細かいとこはなんか伏線とかはよく分かんなかったんで、なんかネットの解説のを読んだんですけども、で大体まあ腑に落ちたんで、お話ししたいというか、まあ、何を描いて、君の名をっていうタイトルが何のことを指してるのかっていうのをですね、解説したいと思います。まあ私はもう、多分、ネット上に出てる解説とかと全然違う視点で、見ましたんで、その辺は、まあ、できれば図も、使ってね、カントとショーペンハウエルの話に交えながらお話ししたいと思います。まあ、いきなりね、生放送で喋ってもうまく喋れる自信がないんで、まあ、今、大体の話っていうか、今思いつく限りですね、多分時間が経ってはまた、他の解釈ってもうちょっとうまく説明できるんで、お話ししたいと思います。で、まあ、見てない人にとって何の話だかわかんないんで、まあ、あらすじは、なんかウィキペディアとかね、見てもらえば、と思います。私はまあ、公開されてる時はね、アニメなんか、ちょっと金払って見たくねえなと思って行かなかったんですけど、まあ、シン・ゴジラ見に行ったんですけどね、シン・ゴジラもまあ良かったんですけど、いや、でも、劇場で見た方がいいんでしょうね。テレビで見るとね、なんか、CM とか入っちゃってね、まあ、作品に入れないですからね。これ、入れ替わりの話なんですね。で、まあ、入れ替わりっていうのはまあ、だから高校生の入れ替わりなんで、まあ、本当は大人だったらね、もちろん肉体関係の話になってくると思うんですけども、まあ、あれもね、やっぱり、タナトスとエロスを描いてるんですね。高校生ね。だから、都会に住んでる高校生と、まあ、田舎に縛られて出ていけない、ミツハって女の子ですね。あの子はなんか、神社の子なんですね。ここがポイントですね。で、サブカルだから誰も語ってないですけども、まあ、神様祀ってる家なんですね。代々ずっと。1200年前からですね。まあ、そこが一つポイントだと。ということは、神と人との関係っていうのを、田舎暮らしの、三葉っていう人、宮水三葉を通して、描いてると。宮水神社の巫女なんですね。で、巫女っていうのは何なのかって話がまず一つ問題になると。あの子は多分、普通に暮らしてれば、あの田舎から出れないっていうことですね。閉じ込められてると。閉じ込められてるって言ったら、あれと一緒ですよ。結婚式のメンバー、カーソンバッカラーズの結婚式のメンバーと一緒ですよ。フランキーと一緒で、あの街を出ていけないっていうことを、まあ描いてると。で、まあ、あの町を出ていけないまま隕石が落ちてきて亡くなったっていう話になってるんですね。ということですね。もう激しくネタバレしますけど、まあ見てない人は見てほしい。見てから聞いてほしいんですけども。
ということです。だから閉じ込められてることですね。まあ、竹クラブでは緑みたいな言葉ですよ。遊女であるか巫女であるかの違いですけども。で、まあ、都会生活に憧れてるんですけども、まあ、多分、まあ、いずれは、帰ってこなきゃいけないと。婿を取らなきゃいけないと。で、大体宮司がいない神社なんですが、そこお父さん出てっちゃったんですね。長女になっちゃったと。お父さんはなんか民族学者だったらしいんですけど、らしいんですけど、っていうか、ウィキペディアを見ると、民族学者で、婿入りして、神社の神職を経て、宮司をやってたんですけども、家出てっちゃったんですね。だから、あの家には宮司がいないと。で、そのおばあさんと、三葉と四葉って妹と、三人で暮らしてるってことですね。宮司のいない神社だってことです。そこが、私はすごいポイントだと思ったんですね。で、お父さんの方が世俗の市長になったんですね。その糸守町の。ここをすごい語んなきゃいけないような気がするんですけども、まあ、サブカル批評なんてクソみたいなもんですからね。全然その神学的なことなんで語らないですから。目に見えたものしかわかんない人たちの話になってるから。っていうと、誰に石投げてんだか知らないですけども。ということですよ。だから、まあ多分日本の神道、まあ神道のことは私よく知らないですけども、まあ宮司は女の人もできるんだと思いますね。この前、富岡八幡宮でね、兄弟で、ね、日本刀で切り合ってみたいな話ありましたけども、まあ巫女さん、まあ神主は女性でもなれるみたいなんですけども、まあ、この、三葉が神主になるわけじゃないと。で、なんで巫女なのかっていうと、これ私はずっと世界中の宗教に共通する問題としてあるんですけども、これキルケゴールが言ってた言葉なので、私はそれを聞いてすごい納得した言葉がありまして、女性は男性との関係を通して神との関係に入るっていうことを死に至る病に書いてるんですね。女性ってものは神ってものが分かんないと。だけど男性との関係において神との関係に入るってことですね。女性単独で神との関係に入るってことがないっていうことなんですね。これをキルケゴールが言ってて、この考え方を使うとたくさんの小説が解説できるってことに私は気づいたと。とりわけあれですね、ジットの狭き門っていう小説がそのことをすごい書いてるんですね。アリサって女の子が出てくるんですよ。まあ、これはなんかミツハみたいな子ですよ。すごい敬虔なプロテスタントなんですけども、なんか死んじゃうんですよ。確か最後。って話なんですけども、どういうことかっていうと、まあなんか女性ってのは恋愛関係を通して神ってものとの関係に入ると。で、あのミツハの家はですよ、お父さんが出てっちゃってから、神と関係してる人間が一人もいなくなったんでね、あの家には。だけど、なんかその、口神酒っていうのを作るわけですね。なんか神事をやって。で、なんかお米を口に含んでお酒にするっていうのをやるわけですね。で、あの儀式は、まあ、そのお酒を神に祀るんですけども、実は神との関係を持てるのは男しかできないんですよ、あの多分。家柄の中では。で、あの家はずっと、まあ女系っていうのは何を意味するんだかわかんないんですけども、婿養子に宮司を迎えて、いて、神様祀ってる家だと思うんですね。で、なんか祠がありますよね。あの祠に行けるのは男しか行けないんですよ、おそらくね。男がそこでなんか神事をやんなきゃいけないと。まあ、皇室では大嬢祭っていうのは天皇陛下しか入れないわけですね、部屋にね。で、神様と一晩、なんか一緒に寝るわけですね、あれね。確か、どういう詳しい神事がやられてるのかよく知らないんですけども、一晩寝るんですよ、あれ、神様と。天皇陛下が。それはもうずっと、まあ、ね、この、宮水神社と同じぐらいの、なんか長い伝統があるわけですよ。神代につながる、神事の伝統があるわけですね。
で、あれ、あれ、あそ、あの話も、あの祠に入って、神との関係に入れるのは、男の人しか入れないけども、男がいないわけですよね。で、呼んでこなきゃいけないってことで、体が、入れ替わるわけですよ。あの、滝くんっていう、東京のことですよ。で、最初に、その、次生まれ変わったら、確かなんかイケメンの東京の学生に生まれたいとか言って、あの神社の鳥居の下で叫びますよね。あの時、まあ、巫女であることはやめたってことですね。となると、あの神社自体潰れちゃうわけですね。あの神社何のためにあるかっていうと、まあ、何のためにあるかっていうか、ね、1200年前にも彗星が落ちて、一回壊滅してると。で、多分村を再建するために、まあ、神を祀ってるわけですよ。で、一応その、二度と、滅びないように、その組守っていう、なんか、お守りですね。と、口神酒の奉納と、なんか、お祭りをやってんですね。で、そういうのをちゃんとやんないと、多分あそこは、また、隕石が落ちるんですよ。滅びちゃうってことですね。まあ、国家で言えば、塩暮らしだってことですよ。神権政治みたいな国家ですよ。今で言えば、まあ、イランとか、イランみたいな、まあ日本もそれに、まあ日本もそれに近いものがありますけど、本質的には塩暮らしですからね、日本もね、おそらくね。デモクラシーじゃないです。まあ我々は大体薄々気づいてるんですけど、選挙とかやったってなんか民意なんて逆、別のところにありますよ。とは思うんですけども、まあそれは置いといて、口神酒の奉納と組守ってはなんか、あの一生懸命組んでる、糸で組むやつありますね。お祭りが重要なんですよ。で、で何が言いたいかっていうと、その伝統をちゃんと守っていかないと、隕石が落ちてくるってことですよ。隕石がだかなんだか起こって、あの村ごとなくなるってことですね。村の統治機構がな、統治機構って言うと、統治機構って言っちゃいけないのか。村の、まあ、共同体がな崩壊するってことですよ。共同体は、あの、宮水神社によってできてるってことですよ。だけど、お父さん世俗の市長になっちゃったわけですね。まあ、世俗の市長になっちゃったっていうのは、だから、なんかね、今まで人間宣言しました。荒人神だったけど人間宣言しましたみたいな感じが書かれてるんですね、おそらくね。ああいう細かい設定が多分、あの、日本人の無意識にビシビシ、あの、あれですよ。訴えかけてくるから、あんなにヒットしてるんですよ。で、結局その、三葉も自分のやってることの意味がわかんないと、口神酒やってると同級生にな、キモいとか言われちゃうわけですね。で、傷つくわけですよ。で、自分たちのやってる伝統がなんだかわかんなくなっちゃったんですね。で、自分たちの共同体が滅びないためにやってる、ことっていうことが分かんなくなってるってのは、もう神との関係がなくなってきてるってことを書いてるんですね、あれね。おそらくね。で、神との関係が分からなくなった時に、あの一家っていうのは入れ替わりするわけですね。誰かと。その、宮司になる人と入れ替わるんですよ。そこの、あの、宮水家の女の人が。で、また引っ張ってくるわけですよ。婿入れさせるように、超自然的な力で、男の人を呼び寄せるわけですね、おそらくね。そういう呪術を持ってる家なんでしょうね、おそらくね。で、あの滝くんというのがまあ選ばれたわけですね。っていうふうに私は見たんですよ。で、でも3年のブランクがあるんですね、あれね。3年時間がずれてんですよ。で、あの村が滅びた後から入れ替わりやってんですね。だからどっかにその、三葉の、なんか、意志だかが、意志っていうか、あの村の意志が残ってるわけですよ。それが、入れ替わり現象を3年の時空を超えてですよ。起こして、まあ、三葉と滝くんが入れ替わったわけですね。で、滝くんっていうのは、まあ、わざわざ行くわけですよね。で、行って、あの、祠の中入っていくわけですね。で、自分で口神酒飲むわけですよ。飲むっていうのは、まあ、一つ神事をやると。で、
まああれは神との関係を滝くんが持ったわけですよ。でその滝くんが神との関係を持つことによって、神事を代理でやってくれることによって、三塚の方は、まあ、神との関係に 入ったわけですよ。まあもう死んでるんですけどね、死んでる三塚が神との関係に入ると。で、あの共同体はもう一度神との関係を復活させていくっていう話になってるんですよ。で、なんで滝くんの背広が似合わないかっていうと、あの人はあの宮水家に入るんですよ、おそらく婿としてね、これから。で、出てくんですよ、やっぱいずれ。っていう話になってんだと思います。あの後日談を作ればそういう話だってことですね。で、まあ、そういう話ですよ。で、まあ、あの宮水神社にある意志っていうものがあるってことですよ、ショーペンハイエル的に言えばですよ。だから神の意志があるんですよ、そこに。人間の意志じゃないですけどね。人間の意志っていうと、まあ、人間の意志って言っちゃいけないですね。人間の意志なんて書かれてないですよ。神の意志があの村を支えてるんですよ。すべての系列として、偶然の系列としての神、あの、すべてをですよ。で、それが入れ替わり現象、もうすでに死んでる三塚の体に滝くんを入れてくるっていう超常現象を起こすわけですね。で、なんであんなことが起こるのかっていうと、その神の意志だから起こるんですね。ほんで、一回は、まあ、パラレルワールドの中では崩壊してる村が神の意志で再建されるっていうことを書いてんですよ。だから君の名はって誰だって、あ、神のこと言ってんですね。君の名はって君が世の君みたいなもんで、君の名はってのは神様のことですね。あの二人の間には神様が いたわけですよ。ずっと。あの作品の中には書かれてない、書かれてないっていうか神っていうのは出てこないですけども、なぜ二人が、祠の境界線にいますね。あの、へりの部分にね。堤防みたいなところに。あそこに立ってる時に二人が初めて会うんですけども、まあお互いが見えないわけですね。で、黄昏時になると相手のことが見えるようになるんですけども、まあ一瞬だけなわけですね。で、名前を書こうと思ったんですけども、お互いの名前書けないんですよ。なぜ書けないかというと、神の名前だからですね。君の名はっていうのは。あの二人の中には、神の意志が入っていってるってことなんですね、本当はね。だと思いましたよ。で、ユアネームっていうのはあんまり神の名を見たりに唱えてはいけないっていう、モーセの実戒みたいなことになってんでしょうね。神様のことを書いてんですよ、ずっとあれはね。で、極めて宗教的なアニメだと思いましたけどね、見たときに。で、それがやっぱり、あれだけなんていうんですかね、ヒットした理由ですね。恋愛の形は取ってますけども、恋愛関係ってもの自体が神との関係の介在性しか行われないわけですね。ということになると、それがないと単なる共依存になっていくってことですね。でもあの家に入ると共依存になっていくんですよ。世俗のあの宮司の家を運営していくっていうのはもう完全に神を見失っていくんですけども、ただそういうふうに神を見失うと隕石が落ちてきて共同体崩壊しちゃうと、戻らないってことですね。だから心の拠り所がなくなりますから、そういうことを書いてるんじゃないですかね。で、今やっぱり日本人っていうのは今心の拠り所を非常に求めてるわけですね。だけどもう壊れちゃってるんですね、どっかで。機能不全になってるから、まあどうするんだっていうことがあるんだと思いますけどね、と見ましたけど、まあ詳しい話は今日今晩放送でしますんで、まあこの音声聞いていただいて、まあ意見、私はこう見ましたとか意見あればですね、まああのコメント書き込んでいただければいいかなと思いましたということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン
よろしくお願いします。メルマガ登録も募集します。あと、Amazon 楽天のリング貼ってありますんで、そちら1回踏んでいただいてお買い物していただくと私の方に障害料入りますんで、新種読書会に障害料がありますんで、あのご協力ください。以上です。